アポロ4号。アポロ4号は、アメリカ合衆国のアポロ計画において、初めて行われたサターン V 型ロケットの無人発射実験である。史上最大のロケットサターン V は、これが初飛行であった。また、サターン V のために設計され、後の一連の月飛行や、スペースシャトルの発射でも使用されることになる、ケネディ宇宙センター第3発射施設が使われるのも、これが初めてであった。 今回の実験の主目的は、言うまでもなく、サターン V 第1弾の SIC と、第2弾 SE の発射実験であるが、同時に、第3弾 SE 部,部を、初めて宇宙空間で再転化し、指令船を月から帰還するときのものに近い高速度で、大気圏に再突入させることでもあった。そのため宇宙船やロケットには、4098個もの、計測機器が設置されていた。 サターン V が完成型で飛行するのはこれが初めてであった。多段式ロケットのすべてのステージを一度にまとめて発射して試験する方式はサターンの生みの親であるベルナー・フォンブラン博士がすでに第二次世界大戦中にドイツで行っていたがアポロの技術者たちは一様に不安を持っていた。しかしながらこの方式でなければケネリ大統領が表明した。 1960年代中に人間月に送るという目標を達成できないことは明らかであったので技術者たちの不満を抱えながらも結局1963年に採用されることとなった。アポロ4号の主な搭載物は2つあった。1つはアポロ司令、機械船でまだ人間が登場できるモデルではなかったが、熱射平板やハッチには新型のものが使われていた。 もう一つは LTA-10R と呼ばれるバラストで重量や重心は実際にアポロき着陸船を搭載した時と全く同じになるように作られていた。最初にケネディ宇宙センターに到着したのは第3弾ロケット SEV でグッピーと呼ばれる輸送機により空路搬入された。続いて第1弾 SIC、第2弾 SE がそれぞれ輸送船で搬入され、 バブ、ビヒクルアセンブリービルディング、ロケット組み立て棟。世界最大のビルの中で組み立てられた。宇宙船の搬入日は1966年12月24日。第2弾ロケットは翌年の1月12日であったが、その15日後の1月27日にアポロ1号の火災事故が発生した。飛行士3名が犠牲になる惨事であった。検査の結果。 電気配線に1407箇所もの問題点があることが発見され、指令線は根本的に設計を見直されることとなった。この事故により、アポロ計画のスケジュールは大幅に遅れた。SE の設置作業は2月23日に行われた。これはクレーンのフックを卵の上に殻を割ることなく乗せるような極めて精密な操作を要するものであった。 最終的に宇宙船がセットされたのは6月20日で、機体がクローラートランスポーター、クローラトランポと呼ばれる当時世界最大のキャタピラ車両に搭載され、移動式発射台と共にバブから姿を現したのは当初の予定より6ヶ月余り遅れた8月26日であった。燃料の搭載は11月6日に開始された。送量は液体酸素がトレーラー89台分。 液体水素がトレーラー28台分、第1弾燃料のケロシンが貨車27台分にもなった。第1弾ロケットの騒音は予想していたものよりも、はるかに凄まじく、バブは発射台から4マイルも離れていたにもかかわらず激しく揺さぶられ、CBS キャスターのウォルター・クロン・カイトが中をしていた、報道ブースは天井のタイルが脱落するほどであった。この経験を踏まえ、 NASA は次回からは発射の際には燃焼ガスの下に数千ガロンの水を放出して騒音を低減させることにした。この装置はスペースシャトルでも継続して使用された。発射は完璧で s イブ v とアポロ宇宙船は予定通り高度 185km の軌道上に乗った。地球を二周した後 s イブ v に再点火して宇宙船は 遠地点1万7千キロメートル以上の楕円軌道に乗った。その後 S イブブを切り離してから、今度は機械船の主エンジンに点火して高度1万8千キロメートルまで到達した。遠地点を通過した後、月からの帰還を想定して、主エンジンで再び加速し、指令船は大気圏に再突入した。着水点は、 予定からわずか 16km しか離れていなかったので、海州航空母艦、ベニントン、アセスベニントンの艦上からも、機関の様子を確認することができた。アポロ4号の司令船は、ミシシッピ州、ハンコック軍のナサジョンシーステニス宇宙センターに展示されている。ドキュメンタリー番組などで非常にしばしば使われる、ロケットの切り離しを撮影した有名なこの映像は、 アポロ4号及び6号のものである。この中で見られる白色光は液酸、液水ロケットの排気ガスである高温の水蒸気で赤い炎は切り離し用の固体燃料ロケットの排気ガスである。なお、この映像は15倍速で撮影されている。フィルムを収容したカプセルはロケットが切り離された後直ちに投棄されパラシュートで海上に着水し回収された。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。